今回の問題、複数の VLAN フレームを転送するために利用されるプロトコルを2つ答えてください。さらにインターフェース FA0-3 に IEEE802.19 の設定をしてください。インターフェースを指定して、インターフェースコンフィギュレーションモードでどのような設定をすれば IEEE802.19 設定できるでしょうか。少し考えてみてください。答えはこちらです。はい、それでは今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっております、マサルです。前回は VLAN のトランクポートについて一緒に勉強しました。今回はトランクについてもう少し踏み込んで、トランキングプロトコルである ISL と IEEE802.19 について一緒に勉強していきます。少し前回の振り返りをします。アクセスポートは一つの VLAN に属しますが、トランクポートは複数の VLAN が属することができます。複数のスイッチで同一 VLAN の通信をしたい場合に、トランクポートを設定して利用してあげると配線作業が楽になったり、ポートを節約することができるというのが前回の話でした。皆さんが一般的なユーザーであればここまでの知識で十分です。ただ皆さんはネットワークエンジニアを目指す人たちです。つまりネットワークの専門家を目指す人たちということになるんですね。なので一歩踏み込んで、どうしてトランクポートは複数の VLAN の通信を管理できるのか、こういった細かいところまで理解しておく必要があります。今回はトランクポートで一体何が行われているのか一緒に勉強していきます。それでは皆さん、トランクポートになった気持ちでこれからの話を聞いてみてください。トランクポートでは複数の VLAN のフレームがやり取りされています。 VLAN10 と VLAN20 が存在する環境なら、 VLAN10 か VLAN20 のフレームがやり取りされることになります。今トランクポートであるフレームを受け取りました。さあ、このフレーム VLAN10 のフレームとして処理すべきでしょうか、それとも VLAN20 のフレームとして処理すべきでしょうか。はい、そうですね、この絵だけだとこのフレームを VLAN10 で処理するべきか VLAN20 で処理するべきか判断することができません。 VLAN が正しく判断できなければ、スイッチは VLAN に応じた動作ができなくなって困ってしまいます。そこでトランキングプロトコルの登場です。トランキングプロトコルを使えば、トランクポートで通信するフレームに VLAN 番号の情報を付加して送ることができます。流れを見ていきましょう。例えば VLAN10 に属するアクセスポートから受け取ったフレームがあります。もちろんこのフレームは VLAN10 として扱います。対抗のスイッチでもこのフレームを VLAN10 として処理してほしいので、このフレームは VLAN10 ですよという情報を付加して送ってあげます。この状態でトランクポートを中継して対抗のトランクポートに届きます。対抗ではトランキングプロトコルが作ってくれた VLAN 番号の情報を見て、このフレームは VLAN10 であると判断し、判断した後は VLAN10 に属するポートを対象に通信を処理します。トランキングプロトコルは相手に VLAN 番号を伝える仕組みを持っています。トランキングプロトコルは2種類あります。一つは ISL、もう一つが IEEE802.19 です。 ISL はシスコ独自のプロトコルです。シスコ独自ということは基本的にシスコ同士でしか使えません。もう一つの IEEE802.19 は標準化されたトランキングプロトコルです。標準化されているのでシスコに限らず様々なネットワーク機器で利用することができます。シスコでも利用することができますし、シスコ以外のベンダーが作っているネットワーク機器でも IEEE802.19 は使えます。トランキングプロトコルを2種類紹介しましたが、標準化されたプロトコル IEEE802.19、こちらを優先して覚えるようにしてください。標準化されているので利用するシーンはこちらの .19 の方が多いです。シスコ機器の中でも実は ISL を実装しておらず、こちらの .19 しか使えないという機器もあるくらいです。なのでまずはこちらの IEEE802.19 を覚えるようにしましょう。ではもう少し細かく IEEE802.19 について勉強していきます。 IEEE802.19 は通称 .19 とか .19 と呼ばれます。私の動画では今後 .19 と呼びます。 .19 ではフレームに VLAN 番号の情報を挿入します。少しイーサネットフレームを思い出してください。
イーサネットフレームは宛先 MAC アドレス、送信元 MAC アドレス、タイプ、データ、FCS、この順番で構成されていました。このまま送ってしまうと、このフレームがどの VLAN 番号の情報として扱っていいか分かりません。なので .hq では MAC アドレスとタイプの間に VLAN タグという情報を挿入します。この VLAN タグの中に VLAN 番号の情報が入っています。 VLAN10 とか VLAN20 っていう情報ですね。例外的に VLAN タグをつけないネイティブ VLAN というものもありますが、それはまた別の動画でお話します。このタグの中には VLAN の情報が入っているので、このまま相手に送ってあげると、このフレームの VLAN タグの情報を見て対抗のスイッチは VLAN の番号がわかります。ちなみに最後についている FCS も新しく付け直します。FCS というのはフレーム全体から一定の計算手順で算出したデータです。 VLAN タグが挿入されるとフレームを含めてまた再計算して新しく付け直す必要があります。余裕のある人は再計算した新しい FCS が付くことも覚えておきましょう。では次、シスコ独自のトランキングプロトコル ISL について勉強します。 ISL の場合はイーサネットフレームに ISL ヘッダーと言われる新しいヘッダーを付けます。ヘッダーをつけるのでカプセル化と捉えることもできます。この ISL ヘッダーの中に VLAN 番号の情報が含まれており、 ISL ヘッダーをつけた状態で相手に送ってあげます。 ISL ヘッダーを見れば VLAN の番号がわかるという仕組みですね。そして ISL の場合は ISL ヘッダーをつけたら、さらにフレーム全体を計算し直し FCS を後ろにつけてあげます。 .hq の場合は FCS を再計算してつけ直していますが、ISL の場合はカプセル化をするので、カプセル化してさらに FCS を追加するイメージですね。ではここまででトランキングプロトコルを2つ紹介しました。先ほどお伝えしましたが、標準化されている IEEE802.19、 こちらを優先して覚えましょう。 ISL に関しては CCNA の試験でもそんなに深く求められないので、トランキングプロトコルとしてシスコ独自の ISL というプロトコルがある、ここまで理解しておけば十分だと思います。それでは今回もパケットトレーサーを使って実際に設定をしてみましょう。パケットトレーサーに移動します。それでは今回はトランキングプロトコルの .hq を使ってトランクポートの設定をしてみたいと思います。こちらの上のネットワークの構成を使ってやっていきたいと思います。やりたいことはここの FA0/3 にトランキングプロトコルの .hq を設定してトランクポートとして動かすことです。まずは VLAN の状況を確認しておきましょう。スイッチを選択して Show VLAN Brief です。Show VLAN Brief の結果を見てみると、今回設定対象の FA0/3 はVLAN1 に属しており、まだデフォルトの状態になっていることが分かりました。ではこの FA0/3 に .hq を使ったトランクポートの設定をしていきます。設定をするときにはインターフェースを指定してあげて、スイッチポートトランクエンカプセレーション .hq と設定してあげれば OK です。入力しようとしたんですが、このようなエラーメッセージが出てきてしまいました。そんなコマンドありませんよということで、コマンドの入力が弾かれてしまっていますね。どうしてこのようなエラーが起きてしまうのかというと、このコマンドによって .hq を本来は設定できるんですが、今回設定しようとしている機器が .hq しかサポートしていないようです。その場合はわざわざ .hq を設定しなくても、もうそれしかないので設定不要ということなんですね。ちなみに私が利用しているパケットトレーサーのバージョンだと ISL をサポートしているスイッチはないようでした。なので今回は設定不要ということで、そのままインターフェースの FA0/3 をトランクポートに設定しておきましょう。トランクポートに設定するときにはインターフェースコンフィギュレーションモードでスイッチモードトランクでしたね、設定します。設定したら忘れずに対抗のポートも設定してあげましょう。設定対象のインターフェースを指定してスイッチモードトランクです。はい、両方のスイッチでトランクポートの設定ができました。ではこのトランクポートがどのようなプロトコルで動いているのかを確認したいので、show interfaces trunk というコマンドを実行してみましょう。 show interfaces trunk を実行すると、ここにエンカプセレーションという項目があります。ここに 802.19 という表示が見えますね。ここが .hq になっているので、今はトランキングプロトコルとして .hq が使われていることがわかります。今回設定してもらったスイッチのように、シスコの機器なんですが ISL が設定できないものもあったりします。なのでまずは .hq から覚えると良さそうですよね。
あとは参考までにマルチレイヤースイッチの3560を使うとドット19を明示的に指定することができるので、こちらも見てみましょう。同じようにスイッチを選択して設定したいインターフェースを指定するところまで行きます。インターフェースファーストイーサネット0スラ3、ここのインターフェースですね。このインターフェースを指定してスイッチポートトランクエンカプセレーションドット19ですね。トランキングプロトコルを指定することができます。ただこちらの機器も ISL をサポートしているということではなさそうです。スイッチポートトランクエンカプセレーションに続くコマンドを調べてみるとドット19しか出てきませんね。このようにトランキングプロトコルを明示的に指定してみたい場合はマルチレイヤースイッチの3560を選んで設定してみてください。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせを最後にやっておきましょう。複数の VLAN フレームを転送するために利用されるプロトコルを2つ答えてください。1つは ISL、 もう1つは IEEE802.19 です。まずはこちらの IEEE802.19 から覚えてくださいね。インターフェース FA0 スラ3に IEEE802.19 の設定をしてくださいという問題もありました。該当のインターフェースを指定してトランキングプロトコルを指定するときにはスイッチポートトランクエンカプセレーション .19 で .19 の設定をすることができます。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。